静岡新聞。静岡新聞は、静岡新聞社、静岡県静岡市鶴区が発行する、地方紙である。略称は、静新。配布地域は、静岡県と愛知県と四橋市,市。発行部数は、超有観セットで、約64万3000部。静岡県内の市場占有率は、長官59%、有観80%という意ではあるが、 浜松市を中心とした地域では、中日新聞との競合が激しい。購読料は、超勇敢セットで、月額2980円である。長官一部売りは130円。有敢に毎日掲載される、茶協欄を持ち、茶の相場取材を担当する、専門記者がいる。また、以前には、平成茶工というユニークな企画も存在していた。地方紙としては、 数少ない別釣りの土曜版、とっとこ、静岡を発行している。2010年4月に定裁をブランケット版8ページからタブロイド版16ページに変更し、日曜版から土曜版にリニューアルした。公害を発行することはほとんどなく重要な出来事があった際は、静岡新聞速報として主要駅周辺のデパートや駅ビル、 新聞販売店などに貼り出されることが多い。そして、この記事を直接見た読者の声が紙面に掲載されることもある。また、静岡新聞社主催のイベント会場内で、そのイベントに関する情報をオリジナル号外として配布することがある。2010年6月2日に、鳩山幸男首相、当時が辞任した際には、駿河湾自身の再来10ヶ月ぶりに号外を、 発行し配布した。同年6月25日にもサッカー W 杯で日本代表が決勝トーナメントに進出し、在に発行した。山梨県の三日ユーブスグループ、山梨日日新聞、山梨放送などとは友好関係にある。これは静岡新聞オーナーの大石家は山日、ユーブスグループオーナーの野口家と隕石関係にあるためである。 静岡県は東海地震の想定される地域であり、そのため普段から地震を特集した記事がよく掲載される。また、震災被害による印刷不可能な状態を想定して、山梨日日新聞や品の毎日新聞と非常時の提携を取り交わしており、印刷現場をヘリコプターで輸送し印刷してもらえるように体制を整えている。 1964年5月10日から日曜日祝日の夕刊を廃止した。2011年2月1日土曜日の夕刊を4月から廃止することを発表した。この背景には、土日の週休2日制が定着してきたことや土曜日に家族で外出する機会が増えたことなどによるライフスタイルの変化が挙げられる。それらに合わせる形として社内調査などの結果を踏まえ、 土曜夕刊はその役割を終えたと判断し、廃止を決定した。土曜夕刊廃止後も月にめ公読価格は据え置きとなる。その一方、日曜日付で、小中学生とその親に向けた別ずり紙面、タブロイド版を発行ることも同時に発表した。土曜日夕刊が休刊となるのは、元から長官だけしかないものは別として、 沖縄タイムスと琉球新報、いずれも沖縄県が一時期毎月第2週土曜に、夕刊を休刊した例はあるが、毎週の休刊は、全国的にも珍しく、2011年6月には、東欧日報、青森県、2012年10月には、朝日新聞、名古屋本社版も土曜日の夕刊を廃止した。静岡新聞のテレビ欄は、最終面ではなく、中面に、 見開きで掲載。中面見開きで広告が掲載される場合や、特集記事を組む場合は、別吊りとなる日もある。左側のページ、メインテレビ面は、NHK と民放4局を掲載。右側のページ、第二テレビ面は、衛星放送に加えて、東京、神奈川の民放6局、愛知の民放5局を掲載。 静岡新聞長官のテレビ面は2009年10月に一部、刷新された。これまで東部、伊豆の一部地域では、静岡放送以外の財政民放は、第二テレビ面のハーフサイズで掲載し、その分在京キー局のものを、メインテレビ面へ、フルサイズ、テレビ朝日のみ、フルサイズだが、大テレビ面で載せていたが、メインテレビ面を全県共通版にするため、東部、 中部版と統合し、財政局はメインテレビ面、同時に西部版との共通編集へ移行財境局は第二テレビ面と再編作だ。また、BS デジタルの番組表は、ラジオ欄のカニガンを使っての掲載を改め、第二テレビ面に統合された。2009年10月から2011年9月までは、左端に NHK の BS2 局をハーフサイズ、 その次の2列に在京民放系列 BS 各局2011年3月31日までは NHK ハイビジョンもをクォーターサイズで4列目からは在京、在名キー局の番組表をハーフサイズで系列局ごとにまとめて掲載していた TVK はテレビ東京の隣の列テレビ愛知は広告の関係もありクォーター2列で掲載 2011年10月からは在京と在名のキー局は左端2列のクォーター、ページ左側が在名局、右側が在京局。TVK はテレビ東京の隣に移り、BS は在京キー局系など、無料放送の全チャンネルと、ワウワウの3つ、スターチャンネル1、BS スカッパーをハーフサイズで収録するようになった。 2011年7月24日の地上デジタル放送完全移行に伴い、第2テレビ面の東部、中部版と西部版は統合され、全県共通版に変更された。静岡新聞の有刊番組表は2009年11月に改編が行われた。BS デジタル放送各局を最終面に新規掲載する代わりに、 SBS ラジオを除くラジオ番組表が長年に移行した。また、これまでは東、中、西の地域別編集だった夕刊番組表は全県共通版に変更された。以前は東部向けの NHK 総合テレビ番組表において NHK 東京が視聴できることを意識して東京別の表記がなされることがあった。静岡新聞では 地域の実情に合わせて3つの地域面を編集し、配布地域ごとに差し替えている。また、紙面の広告は、さらに細かく7地域に区分されている。太字は、紙面の型に表記される区分。現在過去、現在過去このほか、日曜版に、姫子様等の長編漫画が連載されていた時期も、あった。本社構内の印刷工場、制作センターで、 県内向け紙面すべての印刷を行っている。特に、夕刊チューブ版の締め切りは遅く、株式市協欄は13時30分時点の情報を掲載していた時期があった。現在では、全県で前、終わり値となっているまた、日本経済新聞の静岡県内向け紙面についても、印刷を受託している。静岡新聞は私に比べると、紙の質が良く、またカラー印刷の能力は、 以前から業界内で評価が高い。1959年、昭和34年、新聞会の先人を切って、カラー新聞を発行している。1992年、平成4年、臨天機一台で、新聞最大8ページ分のカラー印刷ができる臨天機を、静岡新聞社の印刷局技術人と、臨天機メーカーの東京機械製作所とで、共同開発した。 カラー印刷の大きなズレが発生すると印刷済み紙面を廃棄処分にしていたとも言われている。印記調整の実績を反映した印記変換カーブの割り出しの開発に対し2003年に平成15年度日本新聞協会技術委員会賞2006年平成18年には国際新聞カラー品質コンテストで日本の新聞では初の受賞を果たした。 旧臨天気は日本新聞博物館に寄贈され、同博物館の入っている横浜情報文化センターの吹き抜けロビーに展示されており、訪れれば誰でも見ることができる。すべての支社、総局が静岡新聞社と静岡放送の事業を兼務する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。